松井松葉松井松葉から1933年7月14日は劇作家、演出家、小説家、翻訳家。別号に、小王、駿河町人、大久保28など、父親武佐、母、鶴子の長男として陸前国塩釜に生まれた。陽名は、有事、2歳の時に、曲げんと改めた。養子だった父は、1876年生家に戻り、 マゲンは親戚に預けられた。母は再婚した。1877年、宮城県主犯学校付属小学校に入り、1880年、宮城人城中学校に進んだが、経済的事情から1883年、中退して、デッジ奉に出た。1887年上京して、専修学校に、ついで国民英学会に学び、1889年、 卒業した。この頃から歌舞伎に通った。文学を志し坪内商用に指示し、1891年の創刊から早稲田文学の編集に従った。1894年、初めての脚本、上り明朝鮮大兵器を読売新聞に発表し、1895年中央新聞の、1896年放置新聞の、1897年、 万長報の記者を務めた。即筆だった。小説や翻訳も発表し、それらのうちの刺激、悪玄太を、1899年、初代、市川左団次一座が演じた。雑きでない文史の作品を、歌舞伎が取り上げた最初だった。続いて、玄山によりまさ、後藤又兵衛、敵国降伏も上演された。1905年に、初代左団次が没すると、 長男の市川炎章を助け、その年から翌1906年にかけて、祖骨の使者、江戸紀章を書き、融合のエルナニを本案して与えた。新派のい4法や高田実にも書いた。1906年、ヨーロッパへ演劇研究に渡り、翌年、二代目サダ男児襲名後のムシロマスを呼んで、A、フッツ、ドクの演劇を学ばせた。そして1九百八年、 書き下ろしの、今朝と森と他を上演させたが、工業的には失敗し、東京を去った。1909年、三越の食卓になって、三越タイムスを編集し、また、発足した、坪内逍遥島村宝月の文芸協会演劇研究所に招かれて、講師を務めた。1911年、新会場の帝国劇場の演劇主任を引き受けたが、 三越川の苦情で辞め、1913年、放月脱退後の文芸協会を指導したものの、間もなく解散となり、ついで河合武雄と公衆劇団を組織した。1918年、三越を尻ぞき小地区の文芸顧問となって、台本を書き舞台を監督をした。1919年、欧米の劇団を視察。帰国後、しばらく休養した。 1922年、演劇活動を再開し、また、1927年、電気療法を得得して診療し、1929年には、愛機道の免許を受け、1930年からは、フロイトを研究し、1933年からは、ギリシャ語を治めて、エディプス王を翻訳し上演した。その1933年夏、リンパ腺炎に、尿毒症を併発して没した。 63歳、無名員、昭和甲府大孤児。母妃は、春聖院柳墓地。おつ11号14課は、通路前にある。妻、まさる、長男、主税、三男、桃太郎翻訳は、原作者名、下代、主演者、劇場、美行の順に記す。没後、ありがとうございます。